今回の動画はですね、久しぶりにですね、以前上げたね、スプリングの動画に引き続きですね、僕はちょっと前紹介したのは、スプリングの使い分けって言って、ちょっとね、なんていうんですか、運転がちょっと難しいパターンのスプリングの使い分けっていうのをしてたんですけど、今回はですね、まあ初心者さんでも全然運転できるし、上級者さんの方、まあ僕も、全然ね、テストしてめっちゃ走りやすくて、すごくね、安定して走れるし、タイムもあんまり落ちないスプリングの、セッティングをね、ちょっと公開していきたいと思います。以前話したのは、なんか、プログレッシブとかいう、なんか、変化する、バネレートが変化するものとか、他社メーカーさんのスプリングのその使い分けですね。だから、ここさん、ここ、どこどこさんのやつはこうで、どこどこさんのやつはこうとか、そういう感じで紹介していったんですけど、今回はですね、タミヤさんのレースとか出てる方で、僕の動画見てくださってる方も多分おられると思いますので、ちょっとね、今回は、超わかりやすく、ちょっと解説していきたいなと思います。まずですね、まあ、スプリングって、まあ、僕がやっているクラスとかは、2.7 とか 2.8 とかで、いつも分けられてるんですけど、タミヤさんの場合、まあ、僕はよく SSBB っていうナンバーを使用してたんですけど、その場合はですね、まあ、緑とか赤とか、まあ、黒とかいろいろあるじゃないですか。そういうのであってですね、まあ、すべてね、バネの硬さってやっぱ違うと思うんですよ。柔らかいバネもあるし、硬いバネもあると思うんですけど、前後バランスあるじゃないですか。まあ、フロントに柔らかいのつけたらどうなるとか、リアにねちょっと柔らかいのつけてフロントに硬いのつけたらどうなるかとか、いろいろあると思うんですけど、楽に走れる方法っていうのがあって、フロントに柔らかいバネをつけて、リアにねもう一つ硬いやつをつけるんです。フロントのバネの柔らかさの一段階硬いのを、リアに装着することによってですね、かなりですね楽に走れるようになります。まあ、その原理っていうのはどういう感じかっていうとですね、まあ、フロントにその、なんていうんですか、切り始めの時にですね、フロントが柔らかいと、柔らかくフロントが入ってくるんですか。まあ、それはそうなんですけどね、柔らかいからバネが。柔らかく入っていくことによって、初期の入りがすごく柔らかいんですよ。で、超、その、なんていうんですか、ゆるっと入ってくるんで、ゆるっと入ってきて、リアがね、その分硬いので、リアの踏ん張りはちゃんと残したまま曲がってくるっていうことですね。まあ、カーペットコースとかでよくするセッティングなんですけど、これはですね、運転がね、すっごい楽なんです。だから今言ったように、カーペットコースとかは、すごい引っかかりが強くなってしまうと、どうしてもですね、車っていうのはスピンやフロントだけがグリップしすぎて、車が前がちになることとかすごいあると思うんですけど、それを改善するために、フロントに柔らかいバネをつけることによって走りやすくなります。で、ここでのメリットっていうのは、やっぱその走りやすくなることと、あと運転が楽になることと、アベレージが揃うっていうことなんですけど、別にね、この3個が揃ってて、じゃあこれ、じゃあ楽に走れるし、アベレージも揃うんだけど、ベストラップがね、どうなのって感じなんですけど、別にね、言うほど落ちません。ただし、やっぱりちょっとね、フロントのバネ硬い方が攻撃力は出るので、そちらの方が早い場合もあります。なので、もう少しね、やっぱり初期を欲しいとか、初期が欲しいわとか、フロントに硬いバネを入れて、リアに柔らかいバネを入れると、なんて言うんですか、まあ、簡単にはオーバーステアみたいな感じになっちゃうんですよね。まあ、フロントがどうしてもカーンって入ってくるんで、硬いバネ使うと。なので、まあ、僕の感覚ではオーバーステア方向にはなるかなと思います。セッティングのね、やっぱホームページというか、その、なんですか、ラジコンの初心者さんに、教えるセッティングページっていうのを僕見つけて見たんですけど、まあ、やっぱりね、そこには、フロントのバネを硬くして、リアを柔らかくするとね、アンダーって書いてあったんですけど、人それぞれ感じ方が違うので、どうしてもね、僕とまた全然また意見が違うっていうことになっちゃうんですけど、まあ、僕がやった中ではそういう感じなんですよね。まあ、今この動画見てくださる方で、多分、俺そんなんやったら全然オーバーステアじゃなくてアンダーステアだったよとか、そういう方もおられると思いますので、まあ、あくまでも僕の、その自分の個人の意見ということでよろしくお願いします。なのでね、結論を言うとですね、フロントに、柔らかいバネで、リアに硬いバネを入れると、すごく、基本的には楽に走れるっていうことなんですよね。フロントの初期が入りすぎて、ちょっと引っかかって走らせにくいっていう方は、ぜひね、バネをちょっと一回確認していただいてですね、そこでね、改善できる方も多分おられると思いますので、ぜひちょっとチェックしてみてください。最後にですね、タミチャレとかやってらっしゃる方で、僕の動画見てくださっている方に、普段そういうタミヤのね、バネとか全然説明しないので、今回ちょっと言っておくんですけど、まあ僕が一番おすすめするダンパーはですね、SSBB のタイプで、バネはですね、僕はタミチャレやってた時は、前後緑、一番柔らかいやつですね。
果、たまにですね、フロント緑のリアだけね、赤にして、少しね、先ほどと言ったような感じで、フロントだけね、楽にさせる方向っていうのもやってましたし、ちょっとね、グリップが足んないなって時は、リアに赤いやつをつけると、すごく運転が楽になったっていうのは、僕、すごいね、記憶に残っておりますので、まあ、ぜひ参考程度によろしくお願いします。では、終わりたいと思います。まあ、今回の動画見てくださって、本当にありがとうございます。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。